官は目の前にシャーマンがいたけど、うん、そうはって言って、うんね、俺は俺の神がいるって、うん、だから何って私あのそれでもジーザスはあなたのこと愛してるよってシャーマン、はい、ライアンが言ったわけ、うん、それを聞いてああやられたこれやって思ったわけ私にはこれがなかったと思ってそれでもジーザスはあなたを愛しているっていう、うん、そうだ確かに最後の最後までジョン・ラミレスだって救われたわけだから、うん、サタニストのナンバー2だって神様は救いたいと思ってるから、うん、それでも神様はあなたを愛してるって言わないといけなかったんだってだからねハワイでもちょっと戦ってる場合じゃないってことを悔い改めたわけよ、うん、それでもジーザスはあなたを愛してるよって私は言わないといけなかったって思って、うん、神様ごめんなさいって言ったら、うん、翌日よ、うん、そのまずシャーマンみたいな人がいたわけよなんで私横に座ってくるのそう座ってくるわけ私がそう祈ってるのにさ横にヒューって寄ってきて座るわけ、うん、変な格好してるわけよもうなんかもういかにもさなんかスピリチュアルやってジャラジャラつけてますこんないっぱいつけてるわけほんでさその人にさ私が隣に座ってくるぐらいだからと思って、うん、じゃあこれあげるよって言ってね、うん、トラックって渡したらね、うん、そこまでやったねそうそこまでやったらしたら、うん、はいつって受け取ったけど、うん、読もうともしないで、うん、私がもう気持ち悪いと思ったから、うん、席を移ったわけ、うん、そしたらその人もまたジャラジャラってついてきたわけ、うん、ついてきた時にそのそれ、そう、うん、でも私が渡したトラックトを置いてあるわけよ、うん、何でもできひんのって聞いたら、うん俺には俺の神がいるから、うん、あんなんいらんしって、うん、俺を支配しようとするなとか言うわけ、うん、じゃあ私のそばに来なければいいじゃんって思ってそっかそっか分かったよって、うん、分かったよって、うん、でなんか祈ったんだよね、うん、神様この人もあなたの愛する人だから救ってくださいって、うん、イエスの名によってこの人の魂を天につなぐイエス様につなぐって祈ったんだけど、うんそれでもイエス様あなたは愛してるよって言えなかったその時はだから忘れてて、うん、もろころっと忘れてても気持ち悪いとか思って気持ち悪いよ買っちゃったらねそう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 なくなるもん、ねうん、でも一応辛くて渡したし、うん、でも受け取らなかったけど、うん、でも祈ったしもういいでしょ神様って帰ってきた後に、うん、セル様に失敗したねって言われて、うん、なんでって言ったらあなた昨日なんて言ったのって、うんね、それでも私はあなたはジーザスはあなたを愛してるって言わなきゃいけないって思ったでしょそうだったここで言うセリフだった私言えなかったごめんなさいそうなのよだから神様シチュエーション用意するのよ祈ったら本当に用意する、うん、なのにそれができなくて神様ごめんなさいっていう悔い改めねなんかね日本先生とかなんかあの礼拝の時のねメッセージで、うんうん神様私を愛の人にしてくださいって、うん、祈った途端に隣に一番嫌いな人が座るそう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 本当にそうよそう難しいそうそうなんか祈りをするとすぐ来るよそのテストすぐ来る本当にすぐ来るもうそれができないから人間って私ってどんだけ失敗の塊やねんって毎回思うわでもそんな時になかなか、うん、もう私も逃げるよ絶対逃げるかとっさに反応できないから、ね、だからまだまだだなって思うね、うん、そこがとっさの反応が変わってこないとダメって、うん、でもあすかちゃんはやっぱりね私らから比べたら全然すごい電動なね桁違いにしててだっていつもさあの手提げバッグパンパンになんか容器入れとるやんでこの間またあるね教会の礼拝に一緒に行ったけど旗とかタンバリとかもう7つ道具どころか20個ぐらい道具入ってるやんそれいつも下げて歩いてるやんか何が入っとんかなとあん中に必ずトラクトが入ってるよねどんなところでも渡せるようにちゃんと準備してるなんか忘れ物とかってないやんあんまりね全部持ってきてるやんそうやけどそれだけでも神様喜んでるし、ね、自分も真似しようと思いながら3年ぐらいできへんけどやってくださいもう終わりの時が近いので神様は一人でも多くの私の民が伝えてほしいんだよって隣の人にトラクト渡してほしいんだよってね言われてるんだよねだからそこまではやりますね神様ってだ今日あなたが渡してほしいと思う人に渡せますようにって祈るんだけど、うん、祈ったらなんかバスケットボールが今日転がってきたわけよ、うん、だからそのボールを拾ってトラクト一緒に渡すってのがもう絶対神様の計画やったのに、うん、できんかった神様ごめんってなったらもう本当後悔したわけよこうちょっと余裕があると時間に余裕があったりすると、うん、例えば電車の中で乗ってて、うん、その辺に座った人に聖霊様がはい語ってって言われたら、うんって言って語るんだけど、うん、突然来るとあってなってしまってあらららららみたいなねでもそういうのに強い人もいるわけよねとっさのねとっさの判断に強い人もいるわけよ、うん、うちのライアンとかそんなよね
そう、で、うちの主人とかも誰にでも話しかけるから、うん、タクシー乗ったらタクシーのうんちゃんとすぐ仲良くなるし、うん、そう、私たちは帰りにポンとトラックで置いてくれるから楽なんだけど、うん、きっかけを作ってくれる人がいたらもうすごい楽なんだけどね、うん、きっかけを作るまでが結構大変、私はそれが苦手なタイプなんだよね。作られたらもうすぐ行けるんだけど、最初の一歩がね、意外やね、意外でしょ、うん、そうこれがね、うん、その営業してた時は、うん、もう利害関係がある時ね、うん、は全然いけてん、うん、もう営業してた時はもうお客さんとして見ると全然自分からいけんねん、だけどなんか全くそれがなくなると動けなくなる時、普通逆やけどね、なんかネットワークビジネスとかさ、うん、されてる人とか、うん、私とかもそれなんか友達とかで同級生とか久しぶりに電話かかってきたと思って、それだったりしてね、うん、でそのつもりで誰かに声かけてって言われて、うん、電話もう大昔けどしようとした時に、うん、この人に声をかけてこの人がこの会員になったりとかしてくれたら、うんうんうん、自分もちょびっとやけど儲かるって思った途端にもう言えなくなるわけですよ、言えなくなるんだ、言えなくなる、だからもうなんかそんな絶対無理と思ってもう全然足踏み入れなくて今住んでるんだけど、だけど逆にこのことは全然自分の得にならない、むしろ損になるかもしれんことだったら逆に言えるから、普通逆ちゃうそれ、そっか、うん、面白いんだよねだから本当にね、ここに何度も息子が引きこもってて、うん、ここ来た時には沖縄に難民としてたどり着いて2年間、うんうん、今考えたらもうその年の夏から、うん、バイブルキャンプに行かせてくれたりね、うん、恵みがすごい知的だらけだったんだけど、うん、でもまあ学校には行かずに、うん、暗闇だったわけじゃないですか、うん、その時ってもう暴走族の子たちがなんかたむろしてたりとかね、うん、あとなんかこう朝早うから、うん、現場に行ってる男の子たち、うちの前の弁当屋さんやったから、うん、お弁当買いに来てる子たちがいるわけよ、うん、若いけど、うん、なんかちょっと出稼ぎみたいな、はいはいはい、そんな子たちとかね、うん、とにかく友達とともそれ大学生ももちろんです、うん、高校生が一緒に帰ってるのも、うん、何を見ても悲しかった、うん、もう羨ましくて羨ましくて、うん、このどれのこれのどれの仲間でもいいから息子入れてやってほしいと思って、うん、ね、まあ、ずっと一人で部屋で寒ってね、もうそれ見るたびに泣きながら苦しんでしてたのよ、その2年ぐらい、ね、だから今は大学生になって、なんかいくつかの大学の実行委員11人ぐらいが集まってね、日大とか沖大とか沖国とか、それで今度チャタンのね、デポアイランドで学園祭するんですよ、それでもうなんか私は写真撮らせてくれんけど、そのツイッターとかフェイスブックで息子が載ってる写真とかが見えるわけで、すっごい楽しそうにさ、仲間とヤンバル行ってキャンプしたりとかがね、共産化して、それを見るたびにもう神様ありがとうって、もう本当にだから毎朝ありがとうの泣きながらありがとうを祈りしてますね。ねえ、あの時はさ、ほんまに苦しくて苦しくて、もう本当に苦しいって、私そういう時にみどりちゃんと会ってるから、うん、その苦しみがもう、そうそうそう、つながって、もう本当、もう伝わってたんだよね、私、本当にこの、私も同じぐらいのね、年の息子が1個か2個目だよね。本当にこれを渡して苦しいわって私もで、今結構似たような苦しみを私持ってるんだけど、だからみどりちゃんの息子を見るために私の中ではホープなんだよね、それが望みとなってるの、だから神様もう泣き、私はその本当に今は感謝の泣きながら祈るけど、あの時は嘆きの祈り、神様息子を助けて、本当に助けてお願いっていう、もう泣きながらの嘆きと、もう悲しみと疑問と、もうその祈りを毎日してたのね。で、そのでも母親の泣き叫ぶ祈りを聞いたっていう、そう聞いたことがある、あの時の涙の祈りが今のね喜びに変わってるよね、まさに聖書にあるじゃない、泣きながらね、束を刈るものは、種をまくものは喜びながらね刈り取るって、本当に今それよね、本当にそれ、だから喜んで刈り取ってるよね、刈り取ってる、だからもう何を見ても、息子のどんな状態の写真をね、私はもう撮るな、あっち向いて、ね、あっち向いてとかね、絶対撮らんとてって言って撮らせてくれないけれども、友達同士だったらね、写真油断して撮られてるわけ、それネットのね上位に流されてるわけよ、私はそれをなんかストーカーのようにダウンロードしてさ、フォルダにね集めてるのに、それ見てもう涙流してますね。あと2013年に来てね、その年からもう神様は息子を救い始めてくれ、息子の心にいっぱいできてしまった私とか親につけられた傷とか、そう心の傷をもう癒し始めてくれてたんですよ、2年かけてね神様は。だけどもその年にありえないミュージカルに出たとかね、あのレフト
止められたか出たりとか、そういう奇跡を起こしてくれたことを思い起こしたら、その時の動画とかをねまた姉妹がね撮ってくれてるのがあるんですよ。それも大事で、それも時々見ながらね、また泣いてね、アホやなと思いながらね、もうだからそういう刈り取ね、喜びながら刈り取らせてもらってる。だからやっと私もこの神様に何を返しできるのかなってやっと思えるようになってきたんですよね。素晴らしいことよ、それは。ね、神様のために生きよ、だからなんかね、やっぱりもうちょっとね準備しなくちゃいけないかもしれないけど、引きこもっている人、だから今のあすかちゃんの祈りが私は一緒に祈ってたの、この中で引きこもって、とってもこう部屋から出られなくて辛い思いをしてる子供とかね、若い人、その人と一緒にいるお父さんとかお母さんの、にもう本当にこのイエス様のことを伝える動き働きができたらいいなって、同じ苦しみを味わったからこそできる祈りがあるんじゃないかなって思いますね。本当に騙されたと思って、イエス様の名前を通しても、求めてください、本当に祈り求めてください、いらっしゃいますから、すぐ後ろで、すぐ後ろじゃなくても前かもしれんけど、いらっしゃいますから、ね、寂しい思いしてる子供たち実はいっぱいいるよね。いると思う、沖縄もね引きこもってる子多いみたい、多いよね、ご飯食べれない子供たちもいるしね、親がネグレクト、ネグレクトね、してるとかね、子育ての放棄をしてね、もう全然子供たち面倒見てもらえてなくて、っていう子供たちもいっぱいいるもんね、思春期だけじゃなくてね、小学生の時から辛いご飯食べかねてる子もいますからね、何ができるんだろうと思う、もう祈るだけやね。そうなのよ、あのね、神様はそういう子たちのすぐそばにいてね、だから神様助けてっていうのを待ってるんだよね、待ってるんだよ。私たち人間には自由意志があるからね、拒むこともできるし、神なんかいないって、神様がいるならどうして私はこんな苦しい思いするのって悲観的に捉えてしまうこともできるし、いや神様がいるならどうか助けてっていうふうに、捉える人とね、二通りのタイプに分かれちゃうと思うんだけど、その時にどうか否定的にならないで、神様いるなら私を助けてって言ってほしいんだよね。だからいるならなんでこんな辛いのじゃなくて、この辛い思いにさせてるのは悪魔なんだよね、神様じゃないの。だから神様いるなら助けてって一言それを言うだけで神様の助けがスーッと来るんだよね。神様はその一言を待ってらっしゃるんですよ、本当に待ってらっしゃる。だから神様助けてって言ってほしいですね。言うならば本当に神様からの助けがあるのを感じるはずですよ。ずっとね、神様何十年も、私だってね、何十年も待ってくださった、イエス様って言った時にすごいね、とてつもない平安包まれた話をしたら、かなちゃんが泣いたよね、ずっと待ってて、ずっとその言葉、イエス様の名前を呼ぶのをずっとみのりちゃんのこと待ってたんやね、イエス様はずっとポロ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 って泣いてくれたの私も覚えてるけど、イエス様の気持ちが分かったのね。皆さんにもそういう風にして待ってくださってるんですよ、本当に名前を呼んでほしいって、本当ね、その名前しかこの世界でね、力のある名前ってないですからね、本当に騙されたと思ってイエス様って言ってほしいです、私も本当に前もここで話したかもしれないけど、さっきもね、ご飯食べながら話してたんだけど、その主人がね、とってもお金持ちだった時にね、本当に年収1億とか稼いでたからね、もう神様に頼ろうとしなかったんだよね。このまま行ったら私絶対この人神様のこと知らないで死んでしまうわと思ったから、神様この人からも何もかも取り上げてくださいって、もうお金もいりませんって、取り上げてください、とにかくあなたを頼って生きることができるようにしてくださいって祈ってしまったら、本当にすぐそうなったっていう話をしたじゃない。ほんで全部ねなくなってね、なんか年収1億だったのが借金2億になってしまってさ、なんかもう車も全部なくなっていってさ、で家まで抵当に入ってさ、でも自殺しようとしてね、主人は最後に最後の車に乗って海飛び込もうとした時に、横に聖書があって、最後の信号でね、パッと聖書に目が届いてね、で私はもうなんか主人が死にに行くみたいなことをなんか
メールかなんかで残していったかな、うんうん、神様って何も紙取り上げてって言ったけど私命まで取ってとは言ってませんって主人を返してくださいってもう必死で祈ってたんだよね。主よどうか主人を戻してくださいって祈ってて、で主人は最後の信号で助手席にふっと聖書があるのに目に留まって、うん、でその聖書を開いた時にパッと開いたら呼ぶ気が開かれて、でその呼ぶ気ってね、うん、試練の章なんだけどね、うん、最初にすっごい大金持ちの呼ぶがね、うん、取り上げられるんだよね。何もかも全部なくなってしまう。だけど最後読んだら最後にそれが2倍になって帰ってくるっていう、うん、その間試練なんだけども、で自分がそれだって分かったらしいんだよ瞬間的に、うん、で神様が俺に語ったってすぐ分かったらしいんだよね。でこのまま死んでしまうんではなくって帰って神様に戻ったら自分に2倍ものが返ってくるって、うん、なんか神様が語られたって聖書から、うん、だから引き返してきてって帰ってきたんだよね。本当私あの時家でイエス様助けてって主人を助けてって殺さないでって言ったんだよね。それに聞いて主人が帰ってきたからただいまって帰ってきたからびっくりしてあれって死にに行ったんじゃなかったのみたいな。でも神様が祈りを聞いて返してくれたって本当にあの時思ってね。それからやっぱ彼はね神様を信じて今もねずっと敬虔なクリスチャンにいてくれてるから、私が行ってる時ね、トリップ行ってる時も主人はちゃんと正直教会に通ってるし聖書も読んでくれてるしね、理想的だよ ねだってもう月のさ半分とか3分の2とかさ、うん、ね、うん、年頭旅行に行ってるのってそうそうそうなかなかこう一般的な家庭では ね許されないよね、うん、なんか送り出してくれるんだよね、あすかを待ってる人がいるんでしょって言ってね、うん、駅も帰りも空港まで送り迎えしてくれてね、うん、でずっと待っててくれてね、お家も帰ってくる時には綺麗にしててくれてね理想な本当に優しい主人を神様ありがとうって今日感謝したんですけどね。この間丸亀の電動旅行もね、束の間の3日か4日の間、うん、もう少しと水減らすの休暇を私が取り上げてしまったので、ね、いや家に行っても別に嫌味の人も言わないし本当に素晴らしいご主人ね、お目様が全部流れ自分を全部そうそう涙の感謝の祈りの中に、うん、全部いい子この本当に神、さっきアスカちゃんの言ったこともそうやけど、うん、全部神様が準備して備えて、うん、タイミングが何から全部与えてくださったんですね、うん、で今のこのために、うん、沖縄に来たことから始まって、うん、この2年間のこと全部神様が備えてくださったんですね、と良いことは全部神様が与えるって本当にその通りのことをしてくださってありがとうって。でこのマスカちゃんのブログのところでね、うん、詩編の139編の18、うんうんうん、それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。そう、目が覚めるとき私はなおもあなたと共にいますっていう、そうなの、恵みの数は数えられない。そうなんですね、何一つ忘れるなって言われても忘れてしまってますからね、数えられないもん。だから神様教えてって言ったときに神様が教えてくれたわけよ。それがすごいと思ったの、うん、神様があなたのこと全部知ってるよって言ったから、うん、何知ってるの教えてって私普通に言ったら教えてくれるわけよ、思い返されるわけ、うん、あの時神様がしてくれてたの、えそうなの、えそうなのって、だから恵みがさ神様が気づかせてくださるわけよ、教えてって言ったら、ふわそれでも神様ありがとう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 の連続だったわけ。今日ずっとまさに2時間ぐらい神様に感謝しっぱなしだったわけ、本当にね。なんかそしたらこうやって感謝することはね、あなたの力になるってね、あなたの祝福されるんだよって言われてね、うん、そういえばそんなことセリフどっかに聖書に書いてあったなってね、ネヘミヤの8かなんかにね、うん、The joy of the Lord is your strength ってね、主を喜ぶことはあなたの力ですっていうことなんだけど、だからこうやっていつも神様にお喜んで神様を感謝していくならば、毎回私たちは新しい力を受け取っていくっていう、うん、朝感謝の祈りしたら本当に一日めっちゃ元気で、ね、そうなのよ、仕事もうまいことそうなのよ、これ秘訣よね、うん、これ秘訣。この分からない時って私はどうせ分からないしね、あすかちゃんみたいなあのやり方がいいね、うん、教えてって普通に言えばそういいよね。そうね、あと止めてね、うん、もう先週はね止めてねが大事だということがちょっとおさらいですけどね、そう教えてっていう、そう普通に会話してお願いできるかお父さんに対して言うように、そうそうそう、うん、会話していけばいいと、そうなの、この詩編103編のさ、はい、あの18節にも、うん、13節かな、うん、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれるって書いてあるから、本当に父がね、うん、もうね母がね私たちが子供たち可愛いって、うん、あね思ってしまうように、うん、本当に私たちの天の作り主である天のお父さんは、うん、私たちをね
可愛いなって思ってくださって、うん、笑んでくださってるから、神様教えてっていうならば、一個一個ね、神様が今まで私たちのためによくしてくださったことをね、うん、教えてくださるし、私ちょっと帰ってそれやってみよう、やってみて、神様教えてって、あなたの恵みを私に教えてって言ってみて、うん、もうね、自分が忘れてるようなことをね、神様教えてくれるよ、びっくりする、ついついでも、うん、スカちゃんはそうじゃないかもしれないけど、うん、神様はね、クリスチャンの人もそうかもしれない、神様って怖いってい う、 こう、ね、恐れる対象でもあるじゃないですか、もちろんね、うんうん、そっちばっかりクローズアップされるがちだけれども、うん、本当にあの子供のことを思う、自分が子供を愛する気持ちっていうことは、うん、あの分かるじゃないですか、自分で、うんうんうん、今はね、もしくはね、そのちょっと自慢でもないけどイケメンなんですよ、教えてくれてね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、だけど小学校の時におばあちゃんとコスモス畑でね撮ってる写真、あれね、めちゃくちゃブサイクやな、もう一つの方なんかもう風が来てね、風でクシャッとなってるのを撮られてるから、うんうんうん、ほんとブサイクなのね、でもそのブサイクな写真がもう可愛くて可愛くて、自分のスマホの壁紙にしてるんだけどね、だからそのこのブサイクな、この子供がね可愛いっていう気持ち、そのまんま、うん、そうや、私のことをもう神様が思ってくれてるんだって、うん、ある意味気がついてさ、うん、そういう思いで見てくださってるんだったら、うん、やっぱり恐れるのも大事だけど、うん、甘えて頼って、うんね、うん、お父さんお父さんって聞いて聞いてとか、うん、そういう風にすることを喜んでくださるんだってことを、もうちょっとね、なんか意識しようしたいなと思うし、そう意識ね、皆さんもされたら、あの神様との交わりもっと楽しくなるかもしれない。そうなんですね、うん、で神様なんかこう私たちの心をね、うんうん、見てくださってるっていうのが今日また新たに分かってね、うんうん、なんかこうふわーってスマホをふわーって拡大するようにね、うん、私の顔とか肌とか通り越して、うん、なんかふわーって神様が見たのが、うん、私の心の中だったわけ、うん、あ、ここを見透かされてるんだなと思った時に、うん、神様の前に何も隠しを押せることはないから、うん、主は私の心を探ってくださいって言うしかないんだよね、うん、で常にこれ、うん、この何も神様の前でいい子ぶろうとかって思わないで、神様今私こんなんですって、ごめんなさいって、この私を変えてくださいっていう、この心をさらけ出すっていうことができたらどんだけ楽かって本当に思うよ。そうだよね、うん、もうだってね、あの隠せるわけね、そう、隠せるわけないの、今の奥の奥行ってもね、そうそうそう、逃げれんでって書いてあるもんね、そうそうそう、うんうん、だからさ、何か神様のためにいいことしたいと思ってやったとしても、うん、そこの心の中の動機に愛がなかったら、神様への愛がなかったら、うん、また人への愛がなくて、どんなにいいことしてもそれは無意味だって書かれてるわけじゃない、聖書に。だから今日もゼカリア書を読んでてさ、うん、なんか あなたたちが断食してた時は私のためにやったのか、うん、あなたのためにやってるんじゃないのかっていうところがあってさ、はぁって思うわけよね。私定期的に断食してるけど、うん、本当にこの断食を全て神様に捧げますっていう、神様のためだけにやってるかって言ったら、なんかもう形式的にやってる時もあったなって思うとさ、本当になんかちょっと悔い改めて、神様あって、もう今日この私の大好きなものを神様に捧げるよっていう心からの断食とかね、なんかその心を神様に毎回毎回捧げていくっていうことがすごい大事なんだなってね、今日改めて思わされたんだよね。断食ね、でもあすかちゃんようやってると思うよ、トリップ旅行と同じだけ、そうだから、うんうん、そのトリップでミッション、うんうん、ミニストリーするから、うん、その時に強められるためにとか、うんうん、なんか悪霊との対決に勝てるためにとか、こう癒しがなされ、スムーズになされるようにとか、そういうののために私はやってたんじゃないかなって思ったわけよ。そうだったの。だからミニストリーの成功のために私は断食をしてたと思うっていうことに気づかされたわけ。でも断食の根底って、この前林先生も言ってたけど、何かをしてほしいから断食するんじゃなくて、神様にただ捧げたいからするんだっていう思いが最初に来ないと意味がないってことが、なんか今日気づかされて、すごいですね、うん、ごめんなさいって言ったの神様に、うん、私新たに本当に神様に捧げるっていう思いで何もかもすることができますようにって、うん、思えたんですよね。このようにして神様はなんか一個一個教えてくださる、うん、なんか今日さ、あすかちゃん の、 その東北の話の続き、うんうん、聞くはずだったのに、ね、2分ぐらいになっちゃったけどね。そうだよ、そうそうそう、本当に
なんか神様がどんどん扉開かれるからね、青森とか秋田とか山形も行きなさいって言われて、いや行きなさいって言われてもどこに行くんですか神様、私当てがないですけどって、呼ばれてもいませんけどって言った時に、でも行きなさいって言うから、分かりましたって言って、とりあえず青森に行きますってブログに書いたら、書いたらその後から来るんだよね、私青森での奉仕の時に手伝わさせてください、青森で手伝わさせてくださいとか、なんかあ心を決めて一歩踏み出した時に神様のドアが開かれるんだなっていうのをまた今回も新たにね体験したんですけどね、東京行きの新幹線1万円払ってね、乗った時にその直後順番ね、来た時期にしてもそれにしても全部順番なんだよね、そうだから神様に捧げる、神様をあのなんていうのかな、喜んでもらいたいってその気持ちが先に、そうで行動があって次に恵みっていう順番なんですね。だから8月今年の夏からね、ザマに何度も何度も行かされてたんだけどね、なんでザマは私の祈りの復興させられてるのかなって分からなかったの、その時はね、神様ここに行って祈れとかね、もうすぐ終わるね、はい、だけど結果的に今は分かったんですね、そのザマに行って祈り歩いたところが実は今回の犯行現場の前だったっていうね、そしてそれが明るみに出たっていうこととかもなんか神様が教えてくださいました。神様に皆さん頼っていきましょう、従っていきましょう。お疲れ様です。